AP インディとは、アメリカ合衆国の競走馬、種牡馬である。1992年にベルモントステークスとブリーダーズカップクラシックを優勝し、種牡馬としても多くの活躍馬を輩出した。父はアメリカ三冠馬シアトルスルー、母の父セクレタリアともアメリカ三冠馬という組み合わせであり、半兄サマースコールもプリークネスステークス、優勝馬という両決で、1歳児の競りで290万ドルという高値で AP の冠名で知られる日本の鶴巻智則が購入。そのままアメリカで競走馬となる。母ウィークエンドサプライズもスカイラービルステークス優勝馬であり、サムシングロイヤル 2X4 という強いインブリードを持ち、AP インディ自身もボールドルーラー 3X4 という後輩である。2歳時代後に不採地ペガサスでも知られることとなるニール・ドライスデル、調教師のもと2歳となった1991年のデビュー戦は4着も、その後3連勝でハリウッドフューチュリティを優勝する。この年4戦3勝。3歳時代翌3歳時はアメリカ三冠戦線に挑戦、前哨戦のサンラファエルステークス、サンターニタダービーと連勝して、前年のブリーダーズカップジュベナイルを圧勝したアラジとの対決が期待されるも三冠初戦のケンタッキーダービーは軽い故障で回避。立て直してピーターパンステークス三冠最終戦のベルモントステークスを勝利する。秋2戦は5着3着と敗れたもののアメリカ最大のレースであるブリーダーズカップクラシックに優勝し引退する。この年7戦5勝、エクリプス少年度代表馬に選出される。競走成績生まれ故郷でもあるアメリカのレーンズエンドファームで種牡馬入り。種牡馬としても成功し、2003年と2006年のアメリカリーディングサイヤーとなる。2000年にはアメリカ競馬殿堂入りも果たした。2011年、受精能力の喪失により、種付けシーズン中に種牡馬を引退。3区のプルピット、さらにその3区のタピットからサイヤーラインを伸ばしており、ノーザンダンサー系とミスタープロスペクター系がほとんどを占める、現在の世界競馬において唯一隆盛している、イケイケ地脈となっている。2014年北米シェアでは、ノーザンダンサー系とミスタープロスペクター系の合計で 72%、2016年の AI シェアで 86% となっている。他の父系はほとんど壊滅状態に陥っており、AP インディが属する。ボールドルーラー系の親系統であるナスルーラ系も AI で 3%、北米で 3% に落ち込んでいるものの、ボールドルーラー系は北米で 14% のシェアを確保しており、主流2系統にほぼ唯一対抗できる父系となっている。2020年2月21日、余生を過ごしていたつなぎようさきのレーンズエンドファームで死亡。主な日本国外の3区主な日本調教馬母の父としての代表3区米国の大種牡馬 AP インディシス局馬プレミアム2020年2月22日イーストスタッド種牡馬マジェスティックウォリアー導入へスポーツ放置2015年9月21日閲覧ありがとうございます。